本日は、仁万川洪水ハザードマップ住民説明会にご参加いただき、ありがとうございます。本日は、宇和島市が作成した仁万川洪水ハザードマップについて、目次に示す5つの項目の説明と、皆さんからのご意見を伺う会となっています。まずはじめに、この住民説明会並びに、ハザードマップ作成の目的について説明します。この度、宇和島市では、愛媛県が仁万川を水周地下線に指定したことに基づき、仁万川洪水ハザードマップを作成しました。この住民説明会は、作成したハザードマップに関する情報提供を行うとともに、市民の皆様から災害に関する様々な意見をお聞きすることで、地域の実情に即した防災体制の強化を目指していくことを目的に開催するものです。ハザードマップは、洪水被害を軽減するため、愛媛県が作成した仁万川の4種の洪水浸水想定に、市が避難所などの情報を追加することで、市民の皆様に分かりやすく情報を提供できるよう作成したものです。ハザードマップを作成した仁万川は、令和2年6月5日に愛媛県により水周地下線に指定されました。近年の災害を踏まえ、水防法の一部が改正され、想定しうる最大規模を考慮した洪水浸水想定区域が愛媛県より新たに作成されたことから、宇和島市も新たに洪水ハザードマップを作成しました。続きまして、仁万川が氾濫した際の浸水状況を示した洪水浸水想定区域について説明します。洪水浸水想定区域図にはどのようなものがあるかご説明します。まず、一番左の図をご覧ください。これは仁万川が溢れた時にどのように浸水するか、その区域を深さごとに色分けして地図上に示したもので、洪水浸水想定区域と言います。次に、真ん中の図をご覧ください。これは仁万川が溢れた時にどの程度浸水が続くか、継続時間ごとに色分けして地図上に示したもので、浸水継続時間と言います。最後に、右の図をご覧ください。これは仁万川の決壊に伴う氾濫流や河岸浸食により家屋の倒壊、流出が想定される区域を地図上に示したもので、家屋倒壊等氾濫想定区域と言います。愛媛県が作成している4種類の洪水浸水想定について具体的な内容を解説します。まず、洪水浸水想定区域は、河川整備の基本となる工具である計画工具を前提とした区域と、想定しうる最大規模の洪水である想定最大規模工具にかかる区域の2種類があります。計画工具の年長化確率は30分の1。これは30年に1回の割合で超えるような降雨量が発生することを意味し、24時間の間に336ミリの雨が降ることを想定したものです。その時の浸水面積は約191ヘクタールとなり、最大5メートル未満の浸水が想定されます。想定最大規模の年長化確率は1000分の1程度であり、前提となる降雨は48時間の間に859ミリの雨が降ることを想定したものです。その時の浸水面積は計画工事の約1.6倍の約237ヘクタールとなり、最大5メートル未満の浸水が想定されます。3種類目の浸水継続時間は、洪水浸水想定区域のうち、浸水した場合に想定される浸水深が50センチ以上となる区域であり、仁万川では最大24時間程度浸水が継続することが想定されています。4種類目の家屋倒壊等氾濫想定区域は、家屋倒壊などをもたらすような氾濫の発生が想定される区域であり、仁万川では沿線一帯で発生することが想定されています。こちらが計画降雨における洪水浸水想定区域図となり、色が赤色に近いほど浸水深が深い箇所となります。最大5メートル未満の浸水が想定されています。こちらが想定最大規模における洪水浸水想定区域図となり、色が赤色に近いほど浸水深が深い箇所となります。最大5メートル未満の浸水が想定されています。こちらが浸水継続時間となり、黄色となっている箇所が最大24時間程度浸水する箇所になります。こちらが家屋倒壊等氾濫想定区域となり、赤色で着色されている箇所が家屋倒壊が想定される箇所です。河川沿線一帯のエリアで家屋倒壊が想定されています。
続きまして、作成した洪水ハザードマップの構成、内容について説明します。洪水ハザードマップの構成は、愛媛県の作成した4種類の洪水浸水想定を基本に、洪水への備えや避難の際に必要な情報を記載しています。印刷物は A1 サイズ、両面フルカラーとなっています。マップ表面の記載事項は、計画降雨の洪水浸水想定と避難などにあたって役立つ情報となっています。計画降雨の洪水浸水想定の記載事項としては、計画降雨における浸水区域と浸水深や、土砂災害の恐れがある箇所を示した土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所、そして洪水時に活用できる避難所と、その避難所までの避難方向のとなっています。マップの見方は後ほど詳しく説明します。避難などにあたって役立つ情報の記載事項としては、FM、メール、ホームページなどの災害情報などの伝達方法、入手方法や、災害用伝言ダイヤルなどの災害時の安否確認方法となっています。計画降雨における浸水区域を判例で示している着色で表示するとともに、想定最大規模降雨で浸水する区域を青枠で記載しています。また、洪水時に使用できる避難所を一覧表で示すとともに、マップ上に青色の丸のアイコンで記載しています。なお、青色は全ての階が使用できる避難所を示しています。緑色は避難所への洪水時の避難方向を示しています。また、宇和島市などから住民の皆さんへ災害情報などを伝達する方法には、FM 告知放送システムや安心安全情報メールなどがあります。一方で、住民の皆さんが主体的に災害情報などを入手する方法には、宇和島市防災気象情報や伊達な宇和島安心などがあります。マップ裏面の記載事項は、想定最大規模降雨の洪水浸水想定と事前に知っておくべき情報となっています。想定最大規模降雨の洪水浸水想定の記載事項としては、想定最大規模降雨における浸水区域と浸水深や、家屋倒壊等氾濫想定区域、長期浸水の恐れがある区域となっています。事前に知っておくべき情報の記載事項については、洪水発生のメカニズム、雨の強さと降り方の目安、事前の備え、洪水時における避難の心得、土砂災害の種類と注意すべき前兆現象、我が家の防災メモとなっています。マップの右上に、想定最大規模降雨における浸水想定区域と合わせて、家屋倒壊などが発生する区域や、浸水が長期化する区域を記載しています。マップの左下に、避難する避難所やルート、災害時に持ち出すべきものなどの避難のための備えるべき事項、避難情報が出された際の住民の皆さんが取るべき行動について記載しています。また、マップの右下に、洪水ハザードマップ以外の市や県が提供する防災に役立つ情報についても記載しています。続きまして、ハザードマップの見方、使い方について説明します。マップの見方、使い方の手順を5つのステップで解説します。1つ目は、自分の住んでいる場所や職場、よく行く場所を確認します。2つ目は、身近な避難所を確認します。3つ目は、避難ルートの安全性を確認します。4つ目は、気象情報や避難情報の入手方法などを確認します。5つ目は、洪水時の避難方法、連絡方法などを家族で確認します。1、自分の住んでいる場所や職場、よく行く場所を確認します。1つ目のステップとして、自分の住んでいる場所や職場、よく行く場所の浸水状況を確認します。自分の住んでいる場所が浸水の恐れがあるか、どの程度の浸水があるか、想定最大規模降雨ではどうかといった観点で確認してください。ただし、浸水想定区域外でも浸水が発生することにも十分留意してください。確認した浸水深に応じて求められる避難行動についてご説明します。3メートル以上の場合は、最上階も浸水する恐れがあることから、早期の立ち退き避難が必要となります。50センチから3メートル未満の場合は、
床上浸水が想定されることから屋外避難を行ってください。ただし、浸水時に想定される状況を踏まえて、屋内で安全確保を行うことも判断してください。50センチ未満の場合は床下浸水が想定されることから、屋内で安全確保を行い、必要に応じて屋外へ避難してください。安全を確保するために家庭でできる浸水対策をご紹介します。浸水深が低いときは、大きめのゴミ袋やポリタンクなどに水を入れて、水の侵入口となるところに並べたり、長めの板と土のうで臨時の止水板を作ったりして、被害を抑える準備をしましょう。続きまして、避難する際の留意点をご紹介します。洪水により氾濫した水は勢いが強く、水深が50センチあると、大人でも歩くのが困難となります。そのため、避難のための十分な時間が確保できない場合や、浸水深によっては緊急避難として高い堅牢な建物や自宅の2階などに退避することも必要となります。2、身近な避難所を確認。2つ目のステップとして、身近な避難所を確認します。どこが近い避難所なのか、そこはいつでも使えるのか、といった観点で確認してください。3、避難ルートの安全性を確認。3つ目のステップとして、決められた避難所までの避難ルートの安全性を確認します。避難方向は正しいのか、避難ルートは安全なのか、といった観点で確認してください。避難ルートなどの安全性を確認するにあたっては、洪水浸水想定以外に、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況も確認しましょう。土砂災害警戒区域は、崖崩れ、土石流、地滑りといった土砂災害から住民の生命を守るために、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行う区域が指定されています。なお、通称で土砂災害警戒区域のことをイエローゾーン、土砂災害特別警戒区域のことをレッドゾーンと言います。宇和島市では令和3年3月時点で2237箇所の土砂災害警戒区域、2039箇所の土砂災害特別警戒区域が指定されており、県のホームページで確認できます。ここでは土砂災害の種類と注意すべき前兆現象についてご紹介します。まず、崖崩れは斜面が突然崩れ落ちる現象です。大雨や長雨で地面に水が染み込んで起こりますが、地震によるものもあります。前触れがあまりなく一瞬で崩れます。崖にひび割れができている、地下水や湧き水が止まったり濁っている、小石がパラパラと落ちてくる、地鳴りや崖から木の根が切れるなどの音がする、崖から水が湧き出ているといった現象が見られましたら、崖崩れ発生の危険性があるので注意してください。次に、土石流は山の斜面や川底にある石、土砂などが長雨や大雨によって一気に下流に流される現象です。流れるスピードは時速20キロから40キロと大変速く、大きな岩が混じっていることもあります。山鳴りがする、腐った土の匂いがする、急に川の水が濁り流木が混ざり始める、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる、雨が降り続いているのに川の水位が下がるといった現象が見られましたら、土石流発生の危険性があるので注意してください。最後に、地滑りですが、地面は硬さや性質の違うものの層がいくつも重なってできています。地下水が粘土のような滑りやすい層の上にたまり、その層から上の地面がゆっくり動き出す現象が地滑りです。地面がひび割れたり陥没している、家や擁壁に亀裂が入る、崖や斜面から水が噴き出している、流木や電柱が傾いている、井戸や沢の水が濁っている、地鳴り、山鳴りがするといった現象が見られましたら、地滑り発生の危険性があるので注意してください。こうした氾濫しやすい消火栓や土砂災害の危険性のある場所を確認して、安全な避難所までの経路をあらかじめ自分たちで決めておきましょう。また、図面上だけで確認するだけでなく、実際に歩いて安全に通行できるか確認しておきましょう。4、気象情報や避難情報の入手方法などを確認。
4つ目のステップとして、気象情報や避難情報の入手方法などを確認します。どのようにして情報を得るのか、いつ避難を始めるのかといった観点で確認してください。まず、どのようにして情報を得るのかですが、FM 告知放送システムや安心安全情報メールといった宇和島市などから住民の皆さんへ災害情報などを伝達する方法と、宇和島市防災気象情報や伊達な宇和島安心ナビといった住民の皆さんが主体的に災害情報などを入手する方法があります。次に、いつ避難を始めるのかですが、美馬川に位置する地区にお住まいの住民の皆さんへは、美馬川の水位に基づき、宇和島市より避難指示などの避難情報が発令されます。発令された情報に応じて適切な避難行動をとりましょう。ここでは警戒レベルと住民の皆さんが取るべき行動について説明します。警戒レベル1とは、河川の水位が月見橋水位観測所における水防団待機水位である1.8メートルに達し、気象庁により早期注意情報などが発表される状況です。住民の皆さんは今一度ハザードマップを確認するなど、災害への心構えを高めてください。警戒レベル2とは、河川の水位が月見橋水位観測所における氾濫注意水位である2メートルに達し、気象庁により大雨洪水注意報などが発表される状況です。住民の皆さんは自らの避難行動を確認してください。警戒レベル3とは、河川の水位が月見橋水位観測所における避難判断水位である2.2メートルに達し、高齢者など避難が発令される状況です。高齢者などは危険な場所から避難してください。また、高齢者以外の人も必要に応じて普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に避難をしてください。警戒レベル4とは、河川の水位が月見橋水位観測所における氾濫危険水位である2.45メートルに達し、避難指示が発令されている状況です。住民の皆さんは必ず危険な場所から避難してください。警戒レベル5とは、美馬川において氾濫が発生し、緊急安全確保が発令される状況です。命の危険がある状況です。逃げ遅れた方は少しでも家の上の階に避難するなど、安全を確保してください。宇和島市が災害の状況を確実に把握できているものではないなどの理由から、警戒レベル5は発令されない可能性があることに留意してください。この避難判断に活用されている月見橋水位観測所は、マップの赤三角で示した箇所に設置されています。月見橋水位観測所のリアルタイムの水位情報は、以下の2つのホームページから確認することができます。川の水位情報における月見橋水位観測所の水位の確認方法をご説明します。まず、川の水位情報のホームページを表示します。地図が表示されましたら、宇和島市、美馬川へズームし、月見橋水位観測所のマークを選択します。月見橋水位観測所の水位と河川横断図や観測地一覧が確認できます。川の防災情報における月見橋水位観測所の水位の確認方法をご説明します。まず、川の防災情報のホームページを表示します。次に、地図から探すを選択します。地図が表示されましたら、宇和島市、美馬川へズームし、月見橋水位観測所のマークを選択します。月見橋水位観測所の水位および河川横断図や観測地一覧が確認できます。5、洪水時の避難方法、連絡方法などを家族で確認。5つ目のステップとして、洪水時の避難方法、連絡方法などを家族で確認しましょう。確認するポイントは、どのように避難するか、事前に何を準備するのか、安否確認はどうするのか、日頃から何ができるかなどになります。詳細な内容は以降で説明します。まず、非常持ち出し品の事前準備について説明します。被害の状況によっては避難を余儀なくされることもありますので、避難する際に持ち出す非常持ち出し品を事前に準備しておきましょう。特に常備薬などはなくてはならないもので、不
他の人が持ってないものには注意が必要となります。主な非常持ち出し品は飲料水、非常食、懐中電灯、携帯ラジオなどになります。詳しくは宇和島市総合防災マップに記載していますのでご確認ください。続いて、災害時における安否確認方法について説明します。災害用伝言ダイヤル171とは、災害発生時に稼働する NTT の災害用伝言サービスのことです。被災地の自宅の固定電話の番号をキーにして安否確認を音声で登録でき、これを全国から確認することができます。携帯電話の災害用伝言版とは、携帯電話各社が災害発生時に提供するサービスです。被災地の人が携帯電話の番号をキーにして安否確認を文字で登録でき、他社の携帯電話やパソコンからも確認できます。災害時に迷わないようあらかじめ体験しておきましょう。災害用伝言ダイヤルについては、毎月1日および15日とお正月の三が日、8月30日から9月5日の防災週間、1月15日から1月21日の防災とボランティア週間の期間に体験利用できます。最後に、我が家の防災メモについて説明します。我が家の防災メモには、我が家の避難場所、離れ離れになってしまった時のための家族の集合場所、緊急連絡先、家族連絡先、親戚・知人連絡先、家族の救急用データを記入する欄と緊急ダイヤルが記載されています。家族で避難場所、連絡先などについて話し合い、決まったことを防災メモに前もって記入しておきましょう。宇和島市では自治会や自主防災組織などと協力して防災訓練や防災出前講座を開催しています。避難行動や災害時の初動などを適切に行うには日頃の訓練が欠かせません。地域で開催される防災訓練や防災講習に家族全員で参加しましょう。最後に、配布されたハザードマップについてのお願いです。配布されたハザードマップはご家族で確認していただくとともに、すぐに持ち出せるところに保管してください。何かあれば、宇和島市危機管理課へご連絡ください。以上で、美馬川洪水ハザードマップの説明を終了します。ご清聴いただきありがとうございました。